宇宙空間で不気味な物体が地球へ直接向かってきています。その正体は不明。この天体は一体何？どこから来たの？ちょっと、すっごく接近してきてませんか？地球を、我々を、どうするつもり？これが What if、もしだったら。今回は、もし水素氷山が地球に衝突したら？を見ていきます。2017年、天文学者は恒星間天体を初観測。オームアムはハワイ語で偵察者という意味です。 NASA によると、葉巻型のこの物体は全長400メートル、太陽の周囲を Y 字型に毎秒87キロで移動しました。オームアムアの正体はまだ明らかになっていません。水星あるいは隕石、それ以外かも。水素氷山だったという仮説があります。なぜなら太陽系に入ってから急速に加速し遠ざかってしまったからです。あたかもジェット噴射を装着していたかのような動きでした。でももし地球の大気に向かってきていたら、恐ろしい化学反応が起きていたかも。オームアムアが水素氷山だった場合、極度に低い温度にあるはずです。水素の昇華、つまり固体が直接気体になるのはマイナス267度。真空の宇宙気温はマイナス270度ですから、この物体が固体の状態を保つことができるのも納得がいきます。太陽に近づくと、オームアムアの表面は蒸発します。蒸気によるジェット噴射が可能になります。ロケットのように。同時に、なぜオームアムアがこのような珍しい形をしているのかの説明もできます。太陽熱により、石鹸のように小さく平たく変化したのです。真空の宇宙は非常に低温の世界ですが、地球の太陽の当たる側は121度まで気温が上昇します。つまり、地球に近づくにつれ、物体のサイズが収縮してしまいます。オームアムアはさらに超高温にさらされるでしょう。隕石と同様、地球の大気に入った途端、1648度まで温度が上昇し、焼け焦げてしまうはずです。地表に到達するまでに溶けてしまう運命にあります。地表へ衝撃を与えるには、超巨大の氷山ではない限り難しいようです。だからといって安心できません。水素が落下するときに最も恐ろしいものは、非常に小さな物質、水素分子なのです。水素は間接的に温室効果ガスを生みます。二酸化炭素やメタンガスとは異なる影響が出ます。温室効果ガスは熱を直接閉じ込めます。地球の大気に含まれる水素分子は 0.00005%。もし水素氷山が大気中で蒸発すると、地球温暖化を加速させてしまうでしょう。水素が大気に広がると、すぐにヒドロキシルラジカルと反応。この分子は水蒸気、オゾン、太陽光によって生成されます。メタンなどのガスと化学反応を起こし、凝縮され、大気中に放出されます。オームアムアによって大量の水素が大気に放たれ、メタンの濃度が上昇。メタンは熱を閉じ込め、二酸化炭素の25倍の強さを有することになります。恒星間天体が地球温暖化、そして海水面の上昇を加速させ、深刻なハリケーンの発生要因となるかもしれないのです。地球の破滅を心配するには及びません。オームアムアはとっくに地球から離れたのですから。
たとえ氷の塊が戻って地球に向かってきたとしても、あのサイズでは地球に大きなダメージを与えられないでしょう。もっと大きな氷山がやってくるまで、夜空に目を凝らしておきましょう。水星や隕石が地球に衝突する可能性だってありますよね。その話はまた別のホワットイフで。